ユイト、確認してくれ。救援信号が発信された1レーダーを送ったぞ。そこに嵐がいるはずだ。了解。狙えれば任務の負担軽減になりそうだ。そこだ、貫け。この調子で行こう。近くに物資反応があるみたいだな。渡る、水墓川の開発特区ってどんなところなんだ。昔町の建設中に断絶の帯の状態が変わってな、怪が多く降り注ぐ厄介な地点になっちまった。開発再開の目処も立たない。畳みかけるぞ。忘れ去られた幻。任せろ。町だよ。ちょうどいいところに来てくれた。見ての通り取り込み中なんだ。力を貸してくれるかな。もちろんです。そのために来ました。そんなにかしこまらなくていいよ。ここじゃ年齢も階級も大した意味はないからね。ああ、わかった。俺にも何か手伝わせてくれ。よし、いい返事だ。ゲンマ、ユイトと殺走をつなぐぞ。了解した。嵐、お前の高速移動でターゲットの後方に回り込めるか。危険手当は出るのかな。そういう話は吹雪連隊長にしてくれ。仕方ない、正面は二人に任せるよ。カラスだ。頑張ります。やれやれ。なんなんだあのドローンは。あいつらのせいで怪異に気づかれたじゃないか。仕方がない。カラスのドローンには中継する権利がある。だがユイトの気持ちはよくわかる。よし、君たち後で口裏を合わせてくれよ。え、マジか。マジ
後で懲罰を食らうぞ。だから口裏を合わせろと言ったんだよ。そういえばユイトの超能力は念力だったね。せいぜい奴らの残骸を利用してやれ。なんなら後から来るカラスも落としていいぞ。うん、わかった。どうなっても知らんぞ。こりゃ借りてくる嵐。働きすぎた。もう何もする気が起きないぞ。しかしカラスのドローンを撃破した件はどうする。奴らの取材活動を意図的に邪魔するのは軍規違反だが。カイと間違えて撃退したんだ。仕方ない。ユイトも分かっているね。ああ、不可抗力だったってことだよな。ちょっと気が引けるけど。まあ気にするな。君はなかなか見込みがあるぞ。仕方ない、そういうことにしておこう。まやるべきことはやったわけだし、周防に戻ろうか。そうだな。ゲンマさ、ゲンマ。なんだ、その足引きずってるみたいだけど、もしかして怪我をしたんじゃ。おや、本当だ。まずいな。ここでまた面倒な怪異に遭遇すると危険だぞ。大丈夫だ。足を引きずるぐらいだから痛みがあるんだよな。せめて応急手当てぐらいはしないと。しかしこの辺りは危険だ。早く移動した方がいい。そうだ、この近くにうちの家族がセーラーに移動するとき緊急退避所として用意しているユニットがあるんだ。そこなら安全に治療できるんじゃないかな。そいつはいい。ユイト、案内してくれ。了解。今1データを送る。オッケー。確かに近いな。ゲンマ、ここへ着くまで我慢してくれ。別に俺は。痩せ我慢はやめたまえ。君は無理をしすぎるところがあるからね。
ここがスメラギ家の避難ユニットか。一般のユニットよりも設備が豪勢だな。そうなのかな。そうだ、ここを瀬戸に教えて瀬戸隊のセーフハウスにすればいいんじゃないか。ここはいかにもアジトっていう感じで居心地がいいぞ。セーフハウスって何？本部とは別に各班が独自に持つ避難所のようなものだ。海抜群ではアジトと呼ぶ。今回みたいに負傷者が出た時に助かるんだよ。あ、そうだった。ゲンマ、傷を見せてもらえるかな。何が大丈夫だ、血まみれだったじゃないか。ゲンマは本当に痩せ我慢ばかりするな。別にそういうつもりではない。アドレナリンが出ているからさほど痛くなかったのだ。わかったわかった。それにしてもユイト、驚いたぞ。治療の手際が新人とは思えなかった。俺もともと体が弱くて、子供の頃から自分一人で薬を飲んだり怪我の手当てをするってことが多かったから。そうか、ご両親も忙しかっただろうしな。ああ、親父は知っての通りだし、お袋は俺が5歳の時に怪異に殺されて、うちにはメイドもいたんだけど、結局何でも自分でやる癖がついた気がする。うん、自分の力でやるのはいいことだ。ま、私が言うのもどうかとは思うが。そうだな、嵐はもう少し自分のことは自分でやるようにした方がいい。吹雪連隊長も心配するぞ。吹雪連隊長？嵐と何か関係があるのか。君は意外と世間のことを知らないんだな。私と吹雪は兄弟なんだよ。え、嵐が吹雪連隊長の妹？逆だ逆。海抜群を見た目で判断してどうする。私が姉で吹雪が弟だよ。嵐の潜在能力はセプテントリオンにも引けを取らないと言われている。サボり癖さえなければな。失礼だなゲンマ、私は無駄が嫌いなだけだよ。さて、少しここで休ませてもらおう。どうせスオウに戻ったら書類書きだの戦果報告だのカラスの取材だのが待ち構えているからね。お邪魔します。おや、君は確か一条海抜群病院の理事長家のお嬢さんじゃないかな。あ、嵐スプリング隊員？いやいや、呼び捨てでいい。というか呼び捨てにしてくれ。毎年新人はこういう反応だね。すみません。はじめまして、花火一条です。病院は本家のおじが経営しているので、うちはノータッチなんですけど。そうか、ま、病院だの製薬会社だのには関わりがない方がいいね、お互いに。花火持ってきてくれたか。うん、薬とか非常食とかいろいろ。ここのユニットの備蓄品そんなに古かったの？使用期限切れのものがいろいろあってさ、親父ももう長いことセーランに行ってないから仕方ないのかもな。あ、ゲンマに使った薬と包帯はちゃんと期限内のものだったからな。気を使わせてすまんね。ところで二人は仲がいいようだが、海抜群に入る前からの知り合いか。幼なじみなんです。一条の家とスメラギの家ならそういうこともあるだろうね。ま、せっかくここまで来てくれたんだ、ゆっくりしていきたまえ。はい。嵐がユニットの持ち主みたいだな。Thank you.
ってテレビで見る広報用の顔と普段とで随分印象が違うんだな。カメラの前以外ではグレッとしてるからグデアラなんて呼ぶ人もいるらしいよ。グデアラか、言えて妙だな。ユイト、お前また重大怪異を倒したんだってな。くぅ、俺も一緒に戦いたかったぜ。そういや、今回は中継されなかったよな。カラスは来てなかったのか？ああ、まあ、いろいろあってな。ちょっと話さない？せっかく同じチームになったんだし。別にいいけど。でも改まって何を話すんだ？幼なじみなんだし、俺のことは大体知ってるだろ。それはほら、入隊するまではしばらく会ってなかったでしょ。お互いの近況報告とかしようよ。近況報告か。言われてみれば二人でゆっくり今までのこと話す機会ってなかったかもな。でしょ？じゃあ決まりね。せっかくだし街に出て散歩がてらゆっくり話そう。わかった、それじゃあ行こう。こうやってのんびり散歩するのなんだか久しぶりって感じ。確かに配属されたらすぐに任務で、それからも忙しくしてたからな。やっぱりたまにはこうして息抜きしないとね。それで花火はスカウトされてから入隊するまで毎日どんな感じで過ごしてたんだ？訓練学校にいた頃は勉強したり超能力の訓練したり、たまに友達と遊んでって感じかな。俺たちと一緒だ。それじゃスカウト組も志願兵もやってたことはそんなに変わらないみたいだな。まあ目指した頃は同じだもんね。学校以外はどうだった？実家のおじさんとおばさん元気にしてる？うん、二人とも相変わらず元気も元気。この前なんて結婚記念日のデートをメッセージで実況してきて。自由な人たちだよな、二人とも。変わりなさそうでよかったよ。思わずしばらく着信拒否しちゃった。なんだか懐かしいね、こういう話するの。ほんの2年ぐらい会ってないだけで結構昔に思えるな。うん、そうだね。すっごく長く感じた。花火？どうかしたのか？ううん、なんでもない。それよりちょっと
聞いてもいいかな。ああ、いいよ。なんだ？ユイトってさ、その、カサネのこと、どんな風に思ってるの？え？なんで急にカサネの話になるんだ？それは、だって、ほら、近況報告でしょ？最近のユイトの気になることでも聞こうかなって。カサネのこと、よく気にしてるみたいだから。俺、そんなに気にしてるように見えてたかな。まあ、確かに。気になる相手なのは確かだな。それって、どういう意味で？なんて言ったらいいのかな。カサネの顔が、頭から離れないんだよ。頭から、離れない、の？ああ。カサネの顔、子供の頃に俺を助けてくれたあの人にそっくりなんだ。ずっと記憶に残ってる顔だったからさ、いきなり同じ顔の相手に会ったら何か関係あるのかなって気になるよ。え？じゃあ頭から離れないって単純に命の恩人に似てるからってこと？ああ、そうだよ。俺が海抜軍に志願したのもあの人みたいになりたかったからだし、俺が海抜軍で目指す理想のイメージだから、ずっと忘れられないし忘れたくないんだ。私が聞こうと思ったのはそういう話じゃなかったんだけど、まあいや。ならどんなことを聞こうとしてたんだ？言ってくれればもう一回考えるけど。いいの、別に大したことじゃないから。でもユイトってすごいよね。子供の頃から目指す理想があって、そのためにずっと頑張り続けてて。いや全然すごくないって。俺からすればスカウトされて入った花火の方がよっぽどすごいよ。そんなことないよ。スカウトされちゃったから入隊せざるを得なかっただけだし。海抜軍に入るの嫌だったのか？嫌ではないけど、私は海抜軍で何をしたいとかどうなりたいとかって考えたことなかったから。そういうところなんだか花火らしいな。考えるより動く方が得意って感じで。ちょっとユイト、それ遠回しに私がバカだって言ってない？え？いやいや、そういう意味じゃなくて、勢い重視っていうか、いや、それも微妙か。わかってるよ、冗談冗談。そろそろアジトに戻ろっか。なあ、誘ってくれてありがとう、花火。昔のこととか、久々に話せてよかったよ。そうだね、私も楽しかった。あの、よかったらまた二人で話さない？ああ、いいな、そうしよう。じゃあ約束、忘れないでね。分かってるって。花火こそ忘れるなよ。忘れないよ、私は。んじゃ、アジトに戻ろう。花火、昔と変わらないな。明るくて元気で、俺もなんだか元気をもらった気がする。
カサネからのメッセージ？すぐに確認した方がいいよな。カサネからの呼び出し？もしかしたら俺を助けてくれたあの人に関わることを聞けるかも。お待たせ。相談したいことって何？あなた、話の前置きがなくていいわね。余計なことをいろいろ言う人が多くてうんざりしていたの。あはは、ありがとう。そうだと思ってた。あなた、好きな人はいるの？え？なんでそんなことを聞くんだ？え？もしかして具体的な好みのタイプは？将来設計について何か考えている？ランドール重工の仕事を継ぐ意思はあるかしら？ちょっと待てよ。どうしてそんなことを聞くんだ？心情調査よ。そのために俺をここへ呼び出したのか？もちろんそれだけじゃないわ。瀬戸さんがここで愛用の万年筆を落としたそうなの。ちょうどあなたと話をしたかったし、あなたなら瀬戸さんの持っていた万年筆がどんなものか知っているかと思って。万年筆？ああ、そういえば瀬戸隊長、綺麗な万年筆を持ってたな。でもなんで瀬戸隊長の万年筆を笠音が探してるんだ？やっぱりあなたも余計なことを聞くのね。そりゃ聞くだろう。変な顔してないで、万年筆を探しながら話しましょう。
いいわ、使って。ありがたくもらっておこう。あのさ、もし万年筆が見つかったら、きっと生徒隊長を喜ぶ。俺がやる。そうだろうね。そうね。よし、頑張るぞ。なんて。会話が弾まない。でも何とかして俺を助けてくれたあの人のことを聞かないとな。あなた、それなりに戦えるのね。本当にきついな、この子。カサネ、俺も聞きたいことがあるんだけど、いいかな？何？俺、小さい頃にカイに襲われて死にそうになったことがあるんだ。その時に海抜群の人に助けてもらったんだけど、それがカサネによく似てる人だったんだよ。それで重ねに心当たりはないかなって思って。私たち同い年よね。あなたが子供の頃は私も子供だったけれど。ああ、いや、例えば年の離れたお姉さんとか。静かに。え、敵だわ。戦うわよ。わかった。好きにして。なんとか倒せたな。あれ、重ねの後ろに落ちてるの瀬戸隊長の万年筆じゃないか。これが。ありがとう、ユイト、助かったわ。ところで、さっきの話だけど。俺を助けてくれた海抜群の人の件？ええ、海抜群名簿は確認したの？もちろんだよ。でも該当者はいなかった。除隊したのかもしれないけど。そうだ、昔助けてくれた人もその髪飾りと同じものをつけてたんだ。どこで買ったか教えてくれないか？そんなわけないわ。これはお姉ちゃんの手作りよ。え、そうなのか？ねえ、あなたの超能力も念力だったわよね。リアルな夢を見ていたってことはない？夢？
どうだろう。確かに子供の頃のことだし、記憶にあやふやなところもあるんだけど。私、昔から不思議な夢を見るの。妙にリアルな夢。女の人がレッドストリングスってつぶやいて、私の周りに赤い糸が眉のように巻きついてくるのよ。子供の頃は夢が現実だと思って困惑したわ。同じ念力なら、あなたもリアルな夢を見ていた可能性もあるでしょ。いや、夢じゃない。それは確かだよ。その人は俺にこのイヤーカフをくれたんだ。だから。そう。それじゃこれ以上は力になれないと思うわ。ああ、いや、うん、変な話をしてごめん。別に。万年筆も見つかったし、俺そろそろみんなのところに戻るよ。ええ、そうね。ありがとう。いい調査になったわ。そうか、忘れてたけど心情調査されてたんだった。なんで俺を。それじゃさよなら。俺も帰ろう。疲れたな。少し休むか。